軽井沢町は長野県東新地方の町、北作郡に属する避暑地、別荘地として非常に有名である。西部グループの手による観光開発が行われ、首都圏や中京圏などから多くの観光客が訪れる地域である。2005年には約780万人の観光客が訪れている。日本において財務状況が有料な地方自治体であり、 地方交付税不交付自治体となっている。1964年の東京オリンピックでは、馬術、1998年長野オリンピックでは、カーリングの競技会場にもなり、世界で初めて、夏季、冬季療法のオリンピック競技会場とされた町である。軽井沢と発音されることもある。欠片の気候区分において、亜寒帯出潤気候となっている。 また、標高約1000メートル前後と高地にあるため、冬の寒さは厳しく夏は涼しいという典型的な高原型避暑地の気候である。冬季は気温が冷化摂氏15度以下になる。降水量はさほど多くなく豪雪地帯ではない。野沢源次郎。当地での天地療養をきっかけに別荘地開発に乗り出す地名の由来については、軽井沢五原を参照などほか多数。 堤康次郎の存命中には、西武秩父線の軽井沢駅延伸の計画も存在していたという噂があったが、康次郎存命中の1953年に、西武鉄道に入社し、後に、同社の常務取締役を務めた、長谷部和夫によると、これは全くのデマで、当社としては預かり知らぬことあります。ただし、長尾根地区の開発に絡んで、西武秩父駅から、 空中作動などによる何らかの交通機関を検討していたのを地元の方々が希望を交え、このようなことが言われ始めたのではないかと考えられます。と否定している。町内にインターチェンジはない。最寄り IC は薄い軽井沢インターチェンジ。三原市内は江戸時代以来の継承地で群馬県安中市松井田町側にまたがる峠町の茶店各店も当時から営業。他は 軽井沢が避暑地になってから造成されたり、人の手が加えられている場所が多い。雲場池、レマン湖軽井沢湖、塩沢湖は近代以降の人造湖。白糸の滝も人工的に拡張、改変されている、一部等気休館する施設がある。町立、編集施立、編集いずれも、それぞれ一施設のみの温泉であり、温泉街にあたるものはない。 六大技三地区、三十区がある。障子名は別に存在する。別荘地の名称や観光案内のエリア区分等とは一致しない。また、各地域の各別荘地では、軽井沢郵便局が配達の便宜場別荘や別荘地内を区分し、個々の別荘にハウス番号と呼ばれる数字やアルファベットなどをつけており、宅配業者などもこれを利用している。 1926年以来行われており、別荘にも住居表示のように掲げられている。なおこれらは住居表示に関する法律とは、無関係の記号であり、住民基本台帳法上の住所、地盤とも異なる。不動産業者、観光業者などが概ねかきのような名称を用いて、エリア分けを行っているが、これらは、土地、別荘開発、販売業者が付けた、別荘地の故障や、 観光案内等において用いられている名称であり、行政上の地名、地域区分として存在しているものではない。以下は町外、ありがとうございます。